はい、青春秘密基地青葉です。今回紹介するのはこちらのね、棚の方をね、以前ね、こちらの方収納してディスプレイしたんですけれども、ちょっとね、しっくりきてなくて、上段の方がね、棚を置くことによって見えなくなってしまっていたんですよ。そういったことから、ちょっとこの辺をね、DIY してね、棚を作りながら、うまくね、しっくりディスプレイできるように、ちょっとね、秘密基地の方を改造していきたいと思います。それではまずね、こちらの奥の方にね、ちょっと棚の方をね、作っていきたいと思います。それではね、棚の方を作りに行きましょう。はい、こんな感じで棚の方を作ってきました。こちらでベニヤと、まあ、タルキの方を使って作ったんですけれども、まあ、この程度の棚ならね、1時間半から2時間ぐらいでね、作れるんじゃないかなと思います。で、こちらの棚の方をガラスのショーケースの奥の方に据えて、それでね、高さの方を合わせているので、それで、ね、奥行き広くなった天板の方に棚の方を並べていきたいと思います。それではね、ちょっとね、一概の方をしていきましょう。先ほどの棚の方、まあ、ちょうどこのガラスのね、ショーケースと面になりながらね、奥の方までね、平らな面ができたので、この上にね、ショーケースの方を置いていきたいと思います。はい、こんな感じで設置の方をしてみました。微妙な違いなんですけれども、やはりこちらのね、天板の部分がしっかり見えるようになったので、以前はね、こちらのケースがこの上にね、しっかり乗っていたので、もうほとんどね、この一番上の棚がね、見えない状態だったんですけれども、これがね、奥まったことによってひな壇のような状態になるので、やはりね、そういったところで見栄えの方はかなり変わってくるので、基本的にはね、このひな壇にしていくということがね、非常に基本的なことになってくるので、ディスプレイするときはね、なるべくね、こうひな壇のような状態にしていって、また照明なんかもうまく使っていくとね、ちょっと綺麗になってくるんじゃないかなと思います。それではね、ちょっとね、この上の方にね、M&M's の、やはりね、クリスマスライトの方をね、ちょっとね、施していきたいと思います。はい、こんな感じで、ね、M&M's のクリスマスライトの方も設置してみました。照明の方がね、若干ね、ちょっと乏しかったので、周りにね、こういったクリスマスライトを施すことによって、結構ポップでね、可愛らしい感じになったんじゃないかなと思います。それではね、ちょっとね、近くで見ていきましょう。まだまだね、ショーケースとしてはね、ガラガラなんですけれども、これからね、この辺に入れていくためにもね、しっかりとしたね、まずはね、このショーケースの据え方ですよね、置き方というものが大事になってくるので、この段階でしっかり置いておくとね、後から動かすと大変なので、これからまた少しずつね、コレクションの方をね、増やしていきたいと思います。で、今回のポイントは、こちらの天板の部分に、こちらのね、調合金の棚の方がしっかり以前は乗っていたので、この上がほとんど見えない状態になってしまうんですよね。そういったことを、ちょっとね、回避するためにも、奥にね、棚を作ったことによって、その棚の方にね、こちらのね、ショーケースは半分以上は乗っています。なのでこちらのね、天板の部分が見えることによって、一番上のね、ショーケースのディスプレイの方もしっかりね、こういった感じで見えるような状態になってきます。そのためにね、細かいことなんですけれども、やはりね、奥にね、棚を作ることが大事だったんじゃないかなと思います。で、周りにこんな感じでクリスマスライトの方を施して、少しでもね、照明の方をね、確保したいと思って並べてみました。やはりね、こちらのクリスマスライト、非常にね、ポップな色合いが可愛らしくてね、自分は非常に気に入っているんですけれども、こういった使い方するとね、さらにね、こう映えてくるんじゃないかなと思います。で、ショーケースの中はね、まだこんな感じでちょっとガラッとしてるんですけれども、徐々にね、この中にもね、いろんなものをね、ちょっと入れていけたらなと思っています。で、ちょっと周りがね、ちょっとね、この辺のね、くじ引き系がちょっと垂れ下がってるんですけれども、この辺がね、ちょっとね、うざくなっちゃうのかなと。やはりね、今までね、奥になかった分だけ、そんなにね、違和感なかったんですけれども、ちょっとね、次回はね、こちらの、吊るしてる系ね、こういうね、吊るし系のくじ引き系をちょっとまた違う場所にね、かけ直したのがいいのかなと。ちょっと今開けてるんですけれども、やはり本来ですとね、この辺がね、真ん中の方に入ってきてしまうと、結構ね、見た目、圧迫感が出てきてしまうので、もう少しね、上に上げるのか、ちょっと場所を変えていきたいなと思います。で、あとですね、こちらですね、気になってらっしゃる方も若干いたかいないかわかんないんですけれども、こちらのね、仮面ライダーの自転車についていた、昔こういうね、子供用の自転車というものはね、様々なギミックがついていましたよね。そちら、こちら仮面ライダーのね、仮面ライダーサイクロン号のこちら、自転車用ですね、子供用の自転車用のこちら、なんていうの、カウルっていうんですかね、カウルをね、ちょっと入手したので、こちら可愛いですよね。この仮面ライダー、初代の仮面ライダーですよね。で、中の方にはいろいろね、ケーキ類が入っているんですけれども、ちょっとね、 M&M's をちょっとこの辺に載せている状態なんですけれども、こちらボタンがあるんですね。このボタンを押すと光ったりはしないんですけれども、この懐かしい音がね、鳴るんですよね。こういったところもね、もう昭和懐かしいレトロな感じがして、まあ結構ね、お気に入りのアイテムとなっています。といった感じでね、今回はね、ショーケースの方のディスプレイの方をし直してみたんですけれども、ちょっと棚を作ることによってね、かなりのね、圧迫感がね、前回まではあったんですけれども、そういった点がね、改善されて、今後もね、そういった工夫をしながら、手狭なね、青春秘密基地内なんですけれども、また見栄えのいいディスプレイの方を心がけていきたいと思っていますので、ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。
今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。